あれこれトランメルってアナログゲームスタジオ。そうそうです。ね、そのトランメルさんこの2023年で出たばっかの本で、プリビリッジオブプレイ、遊びの特権。で副題がいいんですけどね、ホビーゲームと人種とギークカルチャーの歴史。うーん、面白い。それはあれでしょう、日本のツイッターで D&D コミュニティがレイシズムにハマってる話。結構だからね、結構類縁性があるというか、ね、かファンコミュニティ の、 あの毒あるトキシックな部分っていう、まあ、最近のジャニーズとか、はいはい、だからあれはやっぱりさ、あのいわゆるコンバージェンスカルチャーでほぼ取り上げられてないところじゃない、うん、そう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 、だからファンカルチャーするといいものみたいなね、うん、推し頑張ろうみたいな、推し活いいぜみたいな。だからファンカルチャーでも昔からそういうさ、ゲームコミュニティそういうとこありますよね、うん、そうなんですよ、うん、だからそこをちゃんと、まあ、見ていこうという話で、で著者は岡田さん言ったようなアナログゲームスタディーズっていう、あの向こうのね、アメリカかな、アメリカなんですかね、まあ、まあ書いてる人はいろんな国の人がいますけど、うん、英語で書いてるので、そうです、いろいろいるでしょうけど、うん、こうあのトランメルさんはアメリカ人なんだよね、アメリカ人というかアメリカの大学で勤務してるって言った方がいいのかな、ニューヨーク大学の出版社が出してるわけです、ね、あの UC アビーナ、あのカリフォルニアですね、の准教授 で著書にだからほとんど同時期にもう一冊出してて、リペアリングプレイっていう、これはあの遊びと、なんていうのかな、遊びとまあ人種みたいな本なのかな、あの出てます。これはあの MIT の、 あの薄い本ね、ああ薄い本のシリーズ、この本もあんま厚くなくて、この本も200ページくらいです、うん、まあ、やっても 2,3 回で終わると思います。で概略はあの出版社の紹介文をディープレイに突っ込んだだけですけど、ホビーゲーミングの歴史から見るギーク文化における白人男性性の物語と、うん、まあ、ディープレイに突っ込んだのギーク文化オタク文化で訳されるんだけど、うん、まあ、ギークオタクというのはちょっと、うん、ちょっとね、うん、ちょっとあれなので、微妙には違う、相当、まあだからそれは文化系が全部オタクみたいな話になって、うん、よろしくないです。あとやっぱり テックとのつながりとか、ああもうちょっと社交的な部分があるというか、ああ、まあ、今ポジティブですよね、ああ、うん、いわゆるなんか内向的でおどおどしていてコミュニケーションが取れない、つない普通はナードって言いますからね、まあそうだね、うん、まあ、そこまで詳しくないですよね、ナードもさ、こうマクサラさんにも読んでもらったあのあれに出てくるけど、あね、オスカーワウン出てくるけど、日本のナードオタクとは全然違って、うん、女の子にどんどんガンガンアタックしてるじゃないですか、文化の違いとしか言えない、そうなんですよね、だから別にもう一対一に当てはまるわけでは全然ないので、コミコンのやるイベントが人気上昇、マーベルシネマチックリミアス、トランスメディアフランチャイズ、ビデオゲームやコンピューターゲームの市場支配、カタンのようなボードゲームや D&D のような RPG の復活など、ギーク文化が今ほど主流になったことはない、しかし今日上記のようなゲームが消費されているコミックブックショップとかホビーショップには、あバイポック、まあ、黒人先住民有色人種のゲーマーが、まあ、入ってきているとはいえ、うん、まあ、主流は圧倒的に白人男性異性愛者である。これバイポックって言い方ってよくするんですか。あ最近出てきましたね、ここ数年くらい、うん、あんまり見ないな、あんまり見ないです、まだ、うん、私は初めて。これ自体がさ、LGBTQ みたいなまとめ方じゃない、うん、違うものが書かれてる。まあ、そう。で、この本は、ギークアイデンティティの排他的な傾向を理解するためには、それに先立つ圧倒的に白人的な卓上ゲームホビーのコミュニティの歴史を知る必要があると主張します。もう、これは面白い。面白いね。で、本誌はまず、これはすごいんですよ。20世紀初頭に鉄道模型を趣味とする。あ、なんかこの面白そうだね。面白いですよ。特権的なネットワークが、その数十年にわたってウォーゲームやロールプレイングゲーム、ボードゲームを中心に発展する真の文化的基盤はどのように築いたか。もう鉄道模型が繋がってるというわけです。鉄道って向こうでもこういうふうに思われてんだ。鉄道と鉄道模型って多分違うと思う。これは、あれですよね。SF ファンダムから描かないっていう時点で珍しい。そうそう。SF ファンダムは近いところにあるんですけれども、あくまでこの本が描くのは。SF ファンダムじゃないんだ。ないんですよ。で、このような初期のホビーストのネットワークが反映できたのは、彼らの予感に強く興味と職業上の野心が重なり合っていたからである。しかしこのようなネットワークで個人がまあ個人的職業的に躍進したにもかかわらず、まあ、今みたいにメインカルチャーの踊りできたけれども、ネットワークそのものは閉じこもった同質的なもの、つまり白人男性の秘密の遊び場にとどまっていたと。でこの著者アロン・トランメルは60から80年代に隔離された郊外に住む孤独な白人男性で構成されたゲームクラブ、まあ、郊外ですね、だからね、
ゲームクラブが趣味の出版物を通じていかに強力なネットワークを築き、やがて主流派に躍り出たかを歴史します、彼は初期のホビーストたちがいかに自分たちをアウトサイダーとみなしていた か、 だからこの辺が非常にオタク論に近い、うん、そうね、うん、そして彼らが確立した白人男性の特権の否定がいかに今日のギーク文化の社会技術的空間を定義する、つまり自分はアウトサイダーであるということによってやはり白人のマッチョ的なものは否定するわけですが、アウトサイダーと、でも自分はやっぱりそこにいるわけです、なるほど、そういう話です、ね、だからあれでしょ、表現の重戦士みたいなもんでしょ、まあまあ僕はあんまり何も言わないですけどでこの白人男性っていうのは、アングロサクソンよりもうちょっと広いニュアンス、基本的にはワスプです、基本的にはワスプだけど、まあ、広く捉えても間違いではない、うん、そこまで、でもゲームカルチャーにいた人っていうのは白人でもやっぱり貧困層って感じがするね、そうね、はい、あなんかコミアメリカンコミックってなんか割とそのユダヤ系の人が多いみたいな、そういうのもありますよね、もちろんそれはあるし、うん、黒人のゲームであのデザイナーだっているわけだから、うん、例えばサーバーパンクね、うん、2020の、 あのマイク・ポン・スミス、うん、あれ黒人のあんまりでも言われないわけです、うん、それ自体がね、うん、やっぱりなんか配慮で言ってないんじゃなくて、うん、やっぱ商業的な配慮で言ってないかと思うんですね、はい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 、だから差別がないから言ってないというわけじゃなくて、そう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 、そういうのはありますよね、うんうん、でまあこのコミュニティに根ざして障害を理解するための道筋を描きますと、で本書は、まあ、デジタル技術がより多様な新世代のギークが主役になるための状況をどのように作り出したか、まあ、これからに期待しましょうということですね、はい、そういうことを締めくくられていますと、で目次が鉄道模型と特権のネットワーク、アバロンヒルの人種問題、ホビーとしてはディプロマシー、コミュニティと所属、デジタル化するギークカルチャーコンディションホビーゲームというふうになっている、ただまだね今回イントロだけなんで一章までいかないんですけど、歴史技術がどの程度詳しいかは分かんないんですよ、これでなんかね章ばっかり入っててあんまり歴史が書いてなかったこれつまらんことになっちゃうので、前でもこの人のやつを私が読みましたよね、うん、ターメルっていうかアンドリュースタディーズはいくつかやってますよね、うん、あそれをやって5回ぐらいやってましたか、ほら D&D のさ女性のデザインがやっぱ差別的であるみたいな話とか、はいはいはい、ね、やりましたよね、やりましたね、うん、あとはなんだっけその方にも載せたやつ、あれターメルじゃなかったか、でもまあナルゲームスタディーズですよね、なんか何本かやりました、 あれここにだってボドゲーム読書会のやつも入ってる、そうちょっとだけ入ってるんですけど、その中に、あれやってるんですよ、パスコ・ダ・ガマの話、はいはい、はい、あそれはこの人だったかもしれない、あそう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 、そうそう、はい、やった、一番後ろです、一番後ろ、一番後ろ、うん、ナルゲームスタディーズって RPG が多いですけど、たまにボードゲームがね、うん、ちょこんと出てくる、あれに関してはやっぱりすごく人文主義的なポストコロニアル、ジェンダースタディーズの文脈ってかなりあって、まあ、それから見ると大体ダメだってことになるわけですけど、うん、そうなんだよ、トラベルではなかったですね、ああそうか、ロビンソンさんっていう人、でもやりましたよ ね、 やりましたよね、ていうか沢田さんに言ってもらったんじゃなかったっけ、そうですね、それはなんかバスコ・ダ・ガマのやつやりましたよ、これです、うん、そうそう、横山さんが今指摘をしましたけど、これが扱ってない一番最初です、ね、自分の個人史を書いていて、それがまずロープレもやったけど、最初にハマったのはマジックだったって言ってますよね。そんなに若いの？けしからんな。しかないでしょ。誰が？あ、この著者です。あ、うん、で最初にハマったのはマジックだったら、同世代ぐらい、まあ、まあそうですね、40代じゃないですか。多分40代ですね。90だって最初のマジックは3年ぐらいですか。93です。で、アメリカ人なので、いわゆるファーストのエディションも、もうやって、ファーストリミテッドとか、リミテッドとかやってても全然おかしくないので。はいはい、でこの人は親が、ね、黒人というユダヤ人、うん、ほいで、そういうゲームグループに行ってマジックたくさん遊ぶんだけど、うん、そういう中でいろいろマイクロアグレッションを食らって、うん、まあ、差別をいろいろ食らって、うん、だんだん嫌になっちゃって、うん、っていうことが個人誌が書いてあるんですね、うん、はいはいはい、いかにもね、だって今でもね日本の、ね、ゲームコミュニティでもマイクロアグレッションいっぱいあるからね、うん、そう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 、で、まあ、そこはすっ飛ばしたんですけど、うん、でイントロからいきますと、でイントロ最初、まあ、よく磨けますけど、プエルトリコに必ず、ね、もうやっぱり、ね、なんかもう象徴みたいになってますよ、ね、この話だってアナログゲームスタディーズの論文でもプエルトリコの話が出てきた、ね、だからそれすぐストレーですよ、プエルトリコからバスコダマエみたいな話、ちょっとこれ見せてください、今今日これでもいい本です、これやりましょうよ、これあそこれ俺がいるところでやるんですか、いや著者による辞書解題と
で、まあ、いつもその議論の紹介があって、で、こういうペルトリコに関する、まあ、で本当にしょうもないリプライとかがあるわけですよ。はい、すいませんけど、うん、で、そうした議論は、ギークたちが自分の人生に直面することに不快感を抱き、いかに熱心に自分たちの悪人性を守っているかを物語っていますと。面白いです。で、まあ、今に至るまでそういうのがあると。うん、で、ここで、ホビーゲーマーのホビー、はい、ってのは何かっていうことに入っていくわけですが、卓上ゲーマー、テーブルトップゲーマーは自分のことをホビーゲーマーと言います。はい、ゲームすることをゲーミングホビーと言います。はい、でこのホビーっていうのはめちゃくちゃ特別な意味を持っています。はい、ハイキングとか、キルティングとか、読書とか、そしてビデオゲームをやることでさえ、ここでいうホビーと同じ意味を持たないと、まあ、彼は言います。このホビーって言葉が一番俺強く連想するのはウォーハンマーなんですよ。全く同じことが書いてない。しかもそれ、もみやまさんが言ってるあれでしょ。これはホビーなんだ。ホビーなんだ。まあ、あれは素敵だけど、やっぱりその、ある種の特権性は、ありますよね。まあ、今は趣味の共同体なわけですけど。だから、ノブレス・オブリージュって話をしてるわけでしょ。うんうん、ホビーストっていうのは。最後にやっぱ白人男性の歴史というのはこれから見ていくにあるわけですが、一応ね、そういうものはもう完全ないものとして、私たちが同じホビーを共有しているということになっているわけです、うんうんうん、でそこのホビーというのはものすごい特権的な意味を持たされている、うんうん、そのホビーを持つことが自分のアイデンティティとすごく意味していると、そこまでいっちゃうわけです、うんうんはい、でこのホビーというのはもちろんホビーゲームを超えても使われています、うん、でどういうところに使われているかというと、男性の興味を対象とする全てのホビーコミュニティに対して使用されると著者は言います、うんうん、でそうなると、そのジェンダー化された会員というものは、女性もそのコミュニティに対して女性の貢献があるにしても、それを取るに足らないものとみなします、うんうんうん、まあよくあることです。それはね、よくある。学生運動の記述でもさ、うん、女は15でおにぎりを握っていたみたいな話があるわけでしょ。こそコンピューターの歴史で女性が全く社長されるとかね、そういう話とかいろいろありますよね。で、なのでここでホビーとして出てくるのはアマチュア無線であったりラジコンであったり、なんかバックパックとかも出てきてるんですけど、そういうものはホビーストにとってホビーとみなされます。でこれは大事なんですけど、特にそれがシリアスな時です。はいはいはい、もう本当に真面目に献身的にその趣味に打ち込む時、それはホビーになるということですね。それはさ、やっぱり時間があって趣味に打ち込める、まあ、人っていうのは男が多いってことでしょ。要は女性は子育てを担わされるところがあるし、うんうん、それはありますね。で例として本書の第1章では20世紀初頭の鉄道模型趣味を扱うんですけど、うん、ここでこのホビーって言葉は、まあ、近くしておもちゃの列車をいじぐ、まあ、こう書いてあるんですけど、うん、おもちゃの列車をいじぐることがですね、より広範で重要で集合的な仕事に従事しているという、そのことは、うん、含意してるわけですよ。はいはい、まあ、近くでちまちまやってるわけではないと、うん、もっと大きなものに参加している、そういう意識を持たせるものだということになります。はい。で、ホビーとはつまりどういうことかというと、ホビーっていうのはホビーストのネットワークへの参加を意味すると。でそのネットワークは歴史的に白人男性特権の規範を支持してきたというふうに言います、はい、でそれが現代まで続いていって、ボードゲーム、カードゲーム、ロールプレインゲーム等々で構成されるホビーゲーム、これねユーロゲーム出てこないんですよ、うんうん、限定されたこういうネットワーク、ペルトリコはそうね、あとから出てくる。ユーロゲームっていうのはやっぱりこういった枠とはちょっとずれるんじゃないですか。うん、そう、ちょっとずれる。アメリカだからこれ。分析だからでしょうね。うんうん、それは、うん、だから当時のその例えばゲーム雑誌とかでも、うん、まあ、著しく差別的だったりすることはないわけですよ、うんうん。無言の前提としてそう書かれているだけであって、そうだから今のネットの書き込みの方なんてはるかにひどいですよ。読者なんとか買い物にならない。読者だ。で、限定されたこういうネットワークによって、まあ、散布されてきた、流通してきたと。うん、まあ、これよくアメコミで言いますよね。アメコミの流通とコミックストリップの流通とグラフィックノベルの流通は全く違うみたいな話ですね。だからコミックブックの方によっているっていうことですね。で、ホビーゲームは産業的なものというよりは情熱の産物であると。うんうん、でそのことが歴史的にデザイナーたちに自由を与えてきました、うん、はい、しかしながらその代償として人種的不平等に対する視野狭窄を継続してきた、うん、まあ完全にもうそういうことは無視というのは分かっててやるわけですけど、うん、無視ですらないわけです、うん、なるほど、目に入ってこないってこと、ね、目に入ってこないってことです。
で、本書では北米の、だから北米に限定します。まあ、アメリカに限定します。うん、その合衆国のホビーゲームの歴史が、今日のデジタルメディアにおける白人優位の理解に役立つ。まあ、そこまで遡って理解した方がいいぞというふうに主張します。うん、なんかデジタルメディアにおける白人優位っていう、なんかもう結構そういう本ありますよね。そうですよね。結構ある。だから、さっきあの、アサシンクリードの15周年本を訳したんですけど、うん、結構多様性に我々は貢献してるってことが、強調されてるわけですよ。で、あんまり直接訳すと、まあ、ちょっとバカみたいなんで、うん、結構インテリっぽく訳したわけですよ。その多様性で、今、うん、あの、そういう意識で書かれてる。いや、だって、アサシンクリードの一番メインのプランナー的な人がいて、うん、それは女性なんですよね。うん、しかも。とか、うん、アサシンクリードの初期では、主人公がネイティブアメリカン、うん、アメリカンインディアンの、いるわけですよ。うん、だからかなりそれは意識的にやってるってことが書いてあって、やっぱそれはこういった文脈になると、だからもう威張るようなことかと思ったわけです。だけど訳しながらね、まあだけどあのこの文脈においてはかなり頑張って、でもあれはカナダなんですよ。カナダ UBI ソフトの。あ、フランス本国じゃないんですね。はい。カナダだからちょっと距離を取れて、あの入れてるそういうね文脈、国米の文脈とは、まあ、韓国だったらまあ入りうるのかな。いや、なんかフランスが出した中東舞台のゲームっていうと、なんかもうすでにろくでもない感じがしないですか。結構そのろくでもないっちゃろくでもなくてないんだけど、あのろくでもない記述も結構あるんだけど、ね、それでもまあマシな方と言っていいのかな。あのアラブの方もあのイスラムフォビアみたいなのはできるだけ排除しよう。だって、うん、あのアサシン教団になってまあ、テンプル教団を殺す話ですよ、基本的にはね。そうですね。はい。そんな割には結構頑張っているという話で、実際、あの、かなり意識していて、それは商業主義的な要請も多分に含んでいるんだろうけど、うん、ただ、作り手が、あの、ここで我々は多文化主義を強調していますということを誇れるぐらいの頑張り度はあったんだなってことは分かる。まあ、なんか、少なくとも、誇りたいと思うだけのことはあったという。いや、要はそうしない方が多分もっと売れるよとか言われたわけですよ、ね。ほんで、はい、はい、でデジタルメディア、まあ、今のデジタルメディアですね、はそのボトムアップな参加で作られることを称賛されることが多いとまあされます、うん、が、そのエンゲームホビーコミュニティには、まあ、ホビーコミュニティというのもそういうものだったわけですね、うんうん、作り手と受け手というものが根拠としていると。で、やはり孤独な白人男性による電話回線を通じたネット、まあこれが現在ということです。今電話回線とか言わないですけどね、うんうん、これはだからあれですか、ネットゲームの方ですかって。まあインターネットですね、うん、と手紙を通じての孤独な白人男性のホビーストネットワーク。これはあれでしょ、うん、あの、ディプロマシーのでしょ。そうです。はい、まあ、これが似ているよというお話です。まあ、で、まあまあ、同じもんですよね、うん、もちろん。これがテック産業とホビーゲームの親和性というのにつながっていると。でつまり、テック産業における白人男性優位なネットワーク形成につながっていると。はい。でもちろんそこがGカルチャーへの影響があるという、まあまあ、みんなつながっているよという、うん、そういうお話をしています。はい、で次いって、本書ではギークとホビーストを同梱のものとみなします。まあ、今まで言ってたことから言ってこれは当然ですね。でつまりそれはどういうことかというと、まずアウトサイダーであることで、ポピュラーなメディアとの関わり、テクノロジーに精通すること、そういったものを特権とするギークのアイデンティティがあって、でこれはちょっと面白いのは、こうした領域の関心というのは生育環境と関連があると言っても、言ってるんですよね。でそれが郊外育ちの白人男性の関心だという。分からんくはない。うん、面白い。でそういったホビーゲームコミュニティでギークカルチャーが育ってきたと、はい、でギークが自らアウトサイダーとみなすのは白人特権の恩恵を受けているにもかかわらず、その支配的男性性から排除されて、まあ、マッチョなあれですね、から排除されていると感じているからで、アメリカの人種差別社会で特権を得ようと自ら白人とみなしたアイルランド系とは異なって、ホビーストたちは自らを人主義を超えたものとしてアウトサイダーとして定義したと、だからまあそういうものはないフラットな世界なわけですね。はい、あのこのコミュニティ、ホビーストコミュニティというのはそういうものと定義されているということに、うん、超えていると。なんかアメリカにおけるアイランド系のなんか扱いのは皆さんなんか、まあ、あの どういう感じなのかがよくわからないところはあります。なんかでもよく聞くじゃないですか。確かによく聞きます。いや昔からひどいですよ。あ、そうそう、基本的にはそれは例えばラーク・クラフトのレッドフックの恐怖っていうのを読んでください。うんうん、それはだからあの探偵役が
出てくるのはアイルランド系なんですね。マローンって言うと。わざとそれでアイルランド系の結構コナンみたいなね、描写がされてるんですよ、ね。コナンって万人コナンね。それで、そいつが操作するやつっていうのはヤズイリー教徒なんですよ。ヤズイリー教徒。ヤズイリーって、ヤズイド教っていうのをマラクターウースっていうですね、クジャク天使をあの信仰している、あの、実在なの？いや、実在なんだけど、敵役でよく当時のホラー写真出てくる。ヤズイド教徒って、要はあの、キリスト教的に見ると、キリスト教的にとか、イスラム教的にも悪魔崇拝、堕天使崇拝なんだけど、悪魔崇拝で実際彼ら的にはないんだけど、外形的にはそう見られて、例えば、あの、最近もイスラム国に虐殺されたりしてるわけです。そのルポが出てるわけです。だから要は、あの、マイノリティがマイノリティを、こう、調査して告発して、戦いでやり合ってるって話じゃないですか。しかもレッドフックだからニューヨークのスラムです。だからすごいね、完璧なまでにね、すべての構造がレイシストなんですよね。でそれを、だからその構造を、その、例えば夏目漱石の坊ちゃんを占いの視点に描くって小林信彦のありましたけど、同じようにその、あの、やられる側の視点で黒人の策を書き直すとかやってるわけです。もう古典は定着しちゃうので、そういうやり方しないと、しょうがないですよね。いや、ラブクラフトはね、クトゥルフの呼び声とかもこの前、あの、大盤でね、ビジュアルブック出直して、それちょっと協力しちゃうんですけど、読み直したら、ひどい。エスキモーとかのね、悪い人がひどいんですよ。無知のエスキモーとかがね、その、あの、邪神を崇拝してたから、ね、なるほど、ね。はい。本出過ぎのページか、3ページか、このホビーストによる白人特権の否認はギークカルチャーの社会工学的領域を定義する。これは面白いですよね。確かにそういう社会工学的な感じです、で同時に多様性の感覚を増し追い続けている。この辺もねすごいよくわかる感じがします。じゃあそこでいう白人特権というのは何なのという話に行きますが、イーカーアイデンティティのアウトサイダー思考は50から60年代の都市の中心部から郊外へと移住した白人コミュニティの保守的政治性とか、これどういうことかと言いますと、まずあの二次大戦が終わって復員してきますね。それとまあ家が足んなくなりますね。ほんであとはあのだんだん人種差別撤廃が進んでいくと、まあ、黒人が都市に来るわけです、はい、なのであの、まあ、人口はたくさん来て、で、まあ、あの一日とかも来て、でちょっとあのスラム化していくということになります、なんで白人が郊外に逃げ出すというのが50年代で起こります。ドーナツ化とか言われてた、あれですね、都市で。これ60年代になると3分の1くらい行っちゃうんですよ。すごいね。だから50年代アメリカのイメージってあるじゃないですか。これがこの郊外のアメリカ派で。それあれですか、車とかも普及したからでしょ。まあそれまあ、ただあの、ね、列車通勤も結構多かった、この頃。列車通勤も結構あります。機能してた。から、まあ、バクテリアフィーチャーのね、あの、マーティーが最初に行くでしょ。昔のもの。あれが50年代アメリカです。50年代アメリカの郊外。そうか、50年代からマーティーが行くの。そうそうそう。80年代から50年代。もっと古いと思ってた。実は親の世代だから当然そうですね。そうそうそう。ああ、そうだね。しかもアスリートなんかごっちゃになってる。あれは古すぎだろ。で、郊外で移住している白人コミュニティを指摘する。じゃあなんで黒人は、あの、ここが行けなかったのっていう話があるじゃないですか。これね、あの、アメリカの街っていうのは、家を建てるときに、ある程度のデカさの家、ある程度高い家じゃないと建てられないっていうのがあったの、ゾーニング政策で。はいはいはい。だからそもそもある程度金がないと郊外に家持てない。今でもなんかカリフォルニアのなんか政策が、それのせいでなんかものすごい、そのなんか、あの、地価がすごいことになってるじゃないですか。バスに住まなきゃいけないみたいな、そういう。いや、マットはさ、50年代とか60年代とか、公民権運動とかさ、イギリスにあった時だから、ちょっと、不満が、だからバス、ジャック、バスをさ、あの、ストーツ通して、あの、ジャックして。バスに乗れないとか。そうそうそう、そういうのがあった時だから、やっぱり、あの、そういうね、やっぱり排除されている不満っていうのが、あったわけですよね。そうで、これゾーニングされて、まあ、基本的に、あの、家買い、まあ、これすごい補助入るんですよ、50年代に。福音兵とかに。家買う時の補助が入って、だから買いやすい買いやすいんだけど、それでもやっぱりある程度の階級にいないと、さすがに買えないっていうのが。で、それで白人が郊外に行って、まあ、基本的に都市の方に黒人が溜まっていくという図式が一応あったらしい。でもこれは黒人だけじゃなくて、あの、人種的マイノリティというか、民族的マイノリティで、みんな、その、例えばチャイナタウンみたいなところに、いざるを得なくなるっていうのはありましたよね。
で、まあ、その郊外はもちろん60年代以降だんだん変に、ね、壊れたりしていくわけだけれども、一応そのなんつうの元々の精神みたいなものはこういうふうに続いてるんだよっていうのが多分この本の主張なんだと思われる。で、ほんで人口動態の同一性っていうのはそういうギークの人口分布とこれを白人が郊外ってホワイトフライトっていうんですけど、その文法を見てみると結構一致してるみたいなことを40年使うらしいんですね、うん、で前もねその話出てたよね。あ、そうですか、うん、ほんで人種差別撤廃政策による特権剥奪、まあだんだんねこの頃からトルーマンとかが軍の中では人種差別は完全禁止するみたいなことをやったりしたりして、まあだんだんと撤廃されていくことはされていくと。でだから白人としては大人に黒人が住むのが嫌な人が多いわけですよね。だからそこで逃亡していくと。で逃亡したことによって郊外に自由なコミュニティを形成することになります。これ面白いのはこの自由なコミュニティっていうのはですね、この人たちねバンバン引っ越しするんですよ、うん、だからねこの別に郊外ってそこをね俺のなんか次の住みかとか言うんじゃなくて5年くらいでまた他のとこ引っ越したりするんだよ。全然考えが違うんですこれ、はい。家を建ててるのに、うん、家も建て売りですからね。だからニュータウンみたいなもんですよ。ああ、うん、別に建てたってその売れるわけだから、まあ、それを売って引っ越せばいいぞ。いいし、別にその先も中古住宅でもまあいっちゃいいわけなんで。こういうなんか郊外のコミュニティもなんか一応ね、コミュニティ内部では均一なんだけど、ランクがあるわけですよ。あ、じゃあ、もっとちょっとアッパーなところに引っ越すみたいなのもあったりするわけで、なります。で、これとギークカルチャーの形成っていうのはかなり有意義してるんじゃないかっていう話が、まあ逃げ出して自由なコミュニティを作るというやつですね。で、そのカルチャーが形成されたところに、使える特権のネットワークっていうのは何かという話です。で、ホビーストたちが享受していた社会的優位性は彼らが組み込まれたネットワーク構造の重要な特徴であった。はい。でここでホビーストたちのグループっていうのは大体年配の男子がいるわけですね、うん、でここにネットワークに参加するために必要な専門的スキルというのをその年配の男性から教えてもらうわけですよ。メンターです、指定制、これって全部文化コミュニティみたいな全部そうです。まあ確かに、うん、あの文化外交とかっていうある種の特権意識があって、でこの徒弟制度っていうのは本書で描写した全てのコミュニティに当てはまりますと言います。私によくわかります。だから草場さんはメンターのですね。いろんな人に。だから、これよくわからないのは、鉄道模型っていうのが、うん、例えば鉄道模型っていうのはやっぱり、こう、開拓っていうのと切り離せないと思うんですけど、うんうん、そういうの関係ある。どうかな、でしょうかね。じゃないかな。むしろ模型を買っていじるだけの経済的に時間的余裕があるそうっていうの。多分なんか自分の多分これ地下室で、はい、ガレージを持ったり。そうそうそう、まずこういう家がなきゃダメなわけですよ。はい、でそこになんかこもって自分のジオラマを作るみたいな感じなんじゃないのかな。うん、でもなんか鉄道模型ってイギリスのイメージじゃん。まあまあ。リオネルトレインのことじゃないですか、アメリカなんだから。私はよく知らないんですけど。鉄道模型の規模。あ、そうなんですか。全く知らないです。教えてください。はい、いや横山さん教えて。俺ちょっと俺もそんなに詳しくはないけど、多分一番詳しいと思う。リオネルトレインとかホットウィールっていうのは車だし、あのね、なんだろうね、向こうのホビーショップってほら、あのボードゲームとか置いてるところで古いところはあのワールドワイウォー2とかリオネルトレインとかそういう古い在庫が余ってるようなお店があったりもしますね、うん、なので連続性があるというのはそうだと思います。あ、同じような店で売っている、うん、もしくはそれをやってた店があのゲームの方に、はいはい、それこそディアンティとか、うん、マジックの方にくら替えしたとかっていう店が、うん、結構見ます。日本とは変わらない感じなんですよ。日本でもまあなんか模型店とかホビーショップが、あの N ゲージ売ってたのが、まあなんかそういうっていうのはよく。まあそう、そうですね。ガン、今はもうガンダムしか売ってないみたいなね。そうですね。あの、キバの、模型屋さんがなんか40年史みたいな、ちっちゃい小冊子みたいな出してて、ティンバイスね。結構エスカンドさんが、コメント書かれてます。ちょっと紹介しましょうね。二つコメント書かれてますね。二つでいいのかな。二つで大丈夫ですね。多様性とりわけ人種文化的多様性を積極的に取り入れアピールすることは近年、ゲームといえば WOTC のフランチャイズ、とりわけ MTG。
WTC 以外でもパスファインダー、クトゥルフ関連ならクトゥルフダークみたいな、イニズ TRPG、が、まああると。で、それに限らず、ゲーム以外でも、これ白人中心で書かれてたファンタジー作品が、例えば、まあ、ホイールオブタイムとかファンデーションみたいな、まあそういうドラマ、ファンタジー作品のドラマ化でも、まあ、そういう、多様性の取り入れるっていうのは、まあよく目立つは目立っていると。で同じホビーというその関心を共有する中でも、それに関してまあ一見は割れて、まあ割れてますね。それはあのトイレオブタイムで時の車輪でしょ。あのなんでそれはわざわざ黒人じゃないキャラクターを黒人に入れてるってこと？そうなんですよ。わかんないですけど。いやわかんない。時の車輪のドラマ版は追ってないんで。原作は知ってますか？あの一番最近の例で言うとトールキンの指輪のドラマでしょ、あの指輪のリングオブパワー、力の指輪、あのシルバリルのやつでエルフが黒人なのおかしいっていう、そういう話の例。同じですよね。あ、まず、そういうことですよね。うん。はい。ジェシさんから、まあ、LOTR と大体、まあ、同じような話。あ、じゃあ、同じ、はい、同じ話なのね。で、二つ目のコメントが、キャラクター本来のジェンダーとか人種をアダプテーションに変えることは、まあ、批判されてますけど、まあ、オリジナルでもそもそも、ヨーロッパ新中世主義的舞台になぜ、非白人をそれほど、登場させるか的な怪しげな批判も、まあ、出てます。まあ、これはゲーム系のレイシストのよく言ってることですからね。だからそんなに中世ヨーロッパに黒人とかいねえだろみたいな話だけど、はい、それでもそれ怪しい、研究史的に見ると。普通にいた。いた。で、ジェンダーでも出たばかりのベセスダ、あの、あれですよね、あの、フォールアウトとかこうですよね。スターフィールド。のスターフィールドに、キャラクターの代名詞としてゼイ、あ、まあ、PC じゃないってことですね。PC じゃなくてゼイを使ってるっていうのが、アンチ LGBTQ の人たちに批判されてて、で、それをなくすためのモッドまで作られてますと。すごいな、そんなことされてる。すごい、うん。で、それをホストしてるプラットフォームから、まあ、あの、削除されたりとか、まあ、そういうのがあったと思うんです。だから、ゼイを削除ってのは結構、モッドで削除ってのはちょっと気持ち悪い感じが、うん、選ばなきゃいいじゃんと思うだけの話であって、でも、そうか、マルチプレイのゲームで、相手でそれはゼイを、そうなんともいるってこと？多分これはシングルなんで。シングルか。うん。だから NPC がぜひとか意味じゃないのかな。まあそうなんじゃないですか。全然問題ないと思うんです。うん。で、それは口調全部変えようってことですよね。あの、三単元の英語。やめたら何を入れるの？いや、ヒーとは死になるんじゃないですか。ヒーとは死になるんじゃないですか。にするってことってことでしょ。だからわざわざ分類する手間をかけてるわけですよね。気持ち悪い話。まあ確かに。もう、そうですね。あと、バルダーズゲートの新版で、あの、なんだ、3じゃないね、1のリメイクを作った時に、前にいなかったキャラで LGBT の、 あのキャラが出てるのはおかしいとかね、そういうのも、まあ、それだと、あの、オリジナリティって言った場合に、オリジナルの、あの、復刻だと宣伝してるのに、オリジナルと違うじゃないかっていう、あの、批判は成り立つと思って、うん。なるほど。新作の場合は、まあ、そんなこと言ってもしょうがねえじゃんっていうのはあるけど、過去作の復刻ですと言った場合とかには、問題になりますよね、それはね。うん。だから、やり方のまずさっていうのは当然あるわけだけど、ただやっぱり、あの、問題があるものを問題あるまま提供することもできないわけであって、例えば私が翻訳、ゲームの翻訳するときは、あの、非前提で書かれてるのはなるべく潰して訳しますよ。あの、はいはいはい、意味立つなくたって通じるわけだから、例えばそういうね、話。ほんで、徒弟制度ですね。うん、まあ、で、どのところにこの指定制度が見られますよっていう話。うんうん、で、重要なのは、こういうネットワークの一部の、まあ一部の個人の指摘でしょうか、単に知識があるだけでなく、より、まあ専門的であった。うん、例えば、MIT の鉄道模型クラブっていうのは、まあ、MIT のコンピューターと、なんか MIT にいるすげえなんかできるエンジニア、にアクセスできたわけです。はい。あ、すごい嫌な感じですね。嫌な感じだし、まあ、あの、そうなんだろうなという、その実感もすごくあるわけですよ。いや、あの、
他にもまあこういうのいっぱいあるわけじゃないですか。こういうのがやがてオルトライトの源流になるわけですよ、うん、例えばそのアマチュア無線やラジコンバックパッキング、多分これ全部そうでしょ。そうそうですよね、うん、アマチュア無線なんか俺大学あれですよ、東京工業大学の無線研究部ですよ。まあもろじゃないですかそんなもん。じゃあラジオ技術とか買ったわけですか。ラジオ技術とか買ってはいないですけど、物質にはもちろんありました、はいはい、ラジオ技術とか休館しちゃったのよね。でこういうなんか MIT のできるやつらは他のホビーストたちとこういう形式を共有することができるわけです、うん、つまりこれつまり、ね、趣味のネットワークと他にもつながるということなんですね。だから技術的に何か新しいことをちょっとあの趣味とはちょっと離れたところでやったことも伝わっていくわけです、ね、だからそういうネットワークができる。趣味だけじゃないわけです。趣味だけじゃないんだけど趣味のネットワークで私的なネットワークなんであまり可視化されないわけです、うんうん、問題があると、でこうしたネットワークによる特権はさらにこういうことによって高められていくんですけれども、私的で不可視であるという話ですね。でこのコミュニティは保守的な色彩を帯びています。ホビーストたちは誰でも参加できると主張します。そうですよね、はい、その参加は個人的な成長のための健全なルートになります、まあまあ、みんなウェルカムですよって、まあ、大体の人は言います。嘘とまでは言えない誰でも参加できるか、うん、これあれですよね、学者のコミュニティも全く一緒ですよね。はいはいはい、はい、いやコミュニティというものはそのまま、そのものはそうだと思う。誰でも参加できると言ってるけど、なんか隠れた財産が一定以上あるものは誰でも、そういう前提が隠されている。学者だったら学会に入って、ね、ジャーナルに投稿して査読を受けて発表しなければいけない。だから独立研究者みたいなものが認めるよって言いながらも実質的にはいなかったですよ。で、しかしこの文脈に起こる包摂というのはしばしば目に見えない期間を伴います。コミュニティに参加するファンには白人性という目に見えない期間が伴うことが多いです、はい、だけれども常に中にいるホビーストたちは自分たちのコミュニティへの参加を広げたいと、はい、これも本当に純粋にこう考えてるんですよね、うん、はい、しかしながら同時にそのコミュニティの規範がどこから来ているのか、なぜその規範が女性とか、人々にとって困難なのかについては深い無知、まあ何考えたことがないという、うん、まあそうでしょうね、想像の余地がないと、うん、もうだからここはすごいフラットで公平で誰でも入れる場所を多分信じてるわけですよ。うん、まあ耳の痛いだからまあ反省的思考っていうのはないわけだよね。耳の痛いところで、そういう意味では現在のゲームっていうのは結構、特に大バジェットのゲームっていうのは、だからウォーハンマーってさっきなったけど、ウォーハンマー RPG の第4版っていう、まあ日本語版でやつは私翻訳参加してますけど、すごいですよ。NPC が男女均衡ですよ、自然に。言ってない、一言も言及ないんだけど、もう完全にイラストとかも、とプレイヤーのイラストとかも男女と、肌の色とかっていうのは均衡にねされてるわけですよ。すごいし、NPC でも普通に説明なく、いわゆる LGBTQ 出てきますからね。要はだから男性が同性同士で結婚したり同居したりするっていうのは普通にさらっと出てきて、間違いじゃない、原文の間違い普通に出てくる。だからそれはもうかなり気を使ってるんでしょうけど、アピールはしないで自然にやってるっていうのは当たり前になってる。モンセギュール1244でさえ中世なのに同性愛者出てきますからね。うん、いましたね、うん、はい、はい、ほんでここからゲームスタディーズの話に入っていきます。ゲームスタディーズ白人ギークの男性です。でゲーマーというのは基本的に主に消費者として理解されますが、ホビーストは生産と消費の境界線が曖昧になるネットワークに存在します。しかしながらこの重要な違いにもかかわらず、ゲーマーのアイデンティティの保守的な傾向を理解するにはホビーストの歴史を理解する必要があると先生は主張します。で歴史的にシーンを構成してきた白人男性プレイヤーの目になぜゲームが非政治的であるとそういうふうに映るようになったのかという話になります。このコミュニティ、つまりホビーストコミュニティの構成は変化してきているんですけれども、しかしながらホビーストの主流の言説は政治とホビーゲームを定義し続けている、まあ、今でもやっぱりそっちの方が主流だという話ですね。で何をもってゲームとするかっていうものもこの定義に入るわけですね。
それも主流のコミュニティによって程度決められている部分も大きいと。そういう広範な、より広範な枠組みであるとか、人員サービスや性サービス、生活体験がどのように関連しているか、ゲームとどう関連しているかという問題意識は、著者がゲーム研究の第三の波と呼ぶものを構成しています。はい。で、じゃあその第三の波はどういうふうに出てきたの？第一って第二は何なの？っていう話です。ゲーム研究の波ね。で、ゲーム研究の第一の波は、90年代の社会のコンピュータ化及びネットワーク技術の普及に支えられた美学であると、うん、で解釈的アプローチと形式主義的アプローチ、まあ、これはあれですよね、まあ、ルドロジー対ナラトロジーですよ、多分ね、でニューメディアをいかに読み解くかっていう、あ、ニューメディアの逆説誰でしたっけ、あ、ニューメディアの、はい、ありますね、訳もあるんじゃないですか、あります、あります、はい、だからこの当時、まあ、ネットが出てきてで流行ったこういうニューメディアの研究の枠の中の一部であったというふうに、まあ、この著者は捉えていると、はい、ジャーナルとしてゲームスタディーズだったり、あと MIT プレスがアンソロジー、なんか分厚いですね、ファーストパーソンとか、ああいうのが例に挙げられています。で、そこから第2の波、2000年代になって、ここでビデオゲームの市場人気がドカッと上がったらしいんですね。まあ、プレステ2の頃だしね。あ、違うか。プレステ2の頃です。プレステ2の頃です。世界一。私、まあ、ネットワークゲームがようやく実用になんか足るぐらいな感じになってきた、うん、そうですね。からどれワールドオアクラフトとかリボンラインとかかな、そうです、ね、あの辺でだ、そのなんかすごいたくさんの人が参加するゲーム自体を多分社会的に分析、社会科学的に分析しようみたいなことができるわけです、うんうん、そういう社会科学的アプローチが出てきた、仮想、こういうゲームの仮想世界を実験場にしていろいろ研究ができるぞというのが、まあ、第2の波だったという、そういうお話です。で第3の波として、ゲーマーゲートと世界的なナショナリズムの復活への反発、ゲームとアイデンティティの再政治化、ゲーム研究の批判的展開と彼は言います、まあ、つまりこの著者がやっているようなことです、うん、はい、でこれを第3の波というふうに、まあ、クリティカルターンっていうのはそう批判的展開ってあれだと思うんですよ。それは何？ポストコロニアルな視点から読み解くってこと？いや、ね、むしろ、それも入るんですけれども、むしろ、それも入るんだけど、もっとひどいですね。あ、要は、うん、パウディンの中心主義から、まあ、そういうのも入る。それを、うん、それから奪還するって話ですね。まあ、まあそうですね。研究自体はもっとそういう、プレイヤー の、 主観的な体験とかをどうゲームによって作られているのかみたいなことを批判的に読み解くみたいな感じだと思います。もちろんその人種とか性別とかを込みなんだけども、うん、例えば他 の、 その、フィクションの分野だと、はい、そうじゃないタイプの批判は普通にあったと思うんですよ、研究の中で、うん、なんだけどそのゲームスタディーってまだ全然若いので、ああそういうことね、例えば批判的になんか研究するみたいな態度ってあんまなかったんじゃないかな、トルキンの小説に白人しか出てこないじゃんみたいな昔からありましたよね、はい、ですね、だけどゲームでは近年までそう言われてなかったっ、ね、意識が言われてなかったし、まして研究においてはそういうのが、まあ、別に人種とかに限らず、はい、なんてこれに関してこういうのは用ないのではみたいな、うん、観点から研究を開始するような視点自体があんまなかったんじゃないかなっていう感じがして、なのでまあこの批判的展開というのはその辺まで含めてというか、はい、まあ、全般的にそうだったので、まあ、この辺からまあスタートですよみたいな意味合いが強いんじゃないかな、はい、まあ、著者の強い怒りを感じますね。そうだね、まあ、確かにね、なんか出てる本見てもこういう本は結構なんか出てきてるなっていう感じがしないでもないような気もします。うん、だから結構ちょっと前まで、それこそホモいじりみたいなのは普通にネットカルチャーでたくさんあるわけで、うん、まあ今もありますけど、なんだっけ、陰部でしたっけ、はいはいはい、そういうのとかあったりするわけで、やっぱちょっとおかしいよねって話で、うん、特に例えばさっき中世の同性愛者の話で言いましたけど、中世に同性愛者っていたら殺されるわけですよね。カミングアウトしていたら。だからいないじゃないか。むしろいないことにしないと、歴史交渉としておかしいみたいな。それはそこまで行くとちょっと変なわけで、だからカミングアウトしてなかったわけで、いないとは全然言えないわけであるんだけど、実際いなかったということを、盾に指定することによって、まあ結果的には、その、禁止性を守りたいみたいな、意識が働くみたいな。そういう交渉の名を借りた差別みたいなのはたくさんあるわけで、それこそだからトールキンには
あの黒人出てこないみたいな話だけど、実はよくよく読んだら肌の色の描写とか全然ないから、うん、そうも取れないみたいな話。まあでも、まあ、トルキンってきたら難しいんですけど、例えばゲド戦記とかは明らかに、あの、黒人がマジョリティの世界を描いてるわけですよ。アースシーっていうのは。それは明らかにトルキン批判っていうのは、実際ルビーンが自分で言ってるわけだから、なかなか、あの、だけど、これに関して言うと、その、もともとこういった議論には、あの、トルキンのアメリカでの再評価とかっていうカウンターカルチャーからの流れが来ていて、それが、まあ、商業主義に包摂されていくみたいなコンタクトが多いんだけど、そういったのも全然信じない感じがしますね。そうですね。はい、まあまあ、うん、そうなんだろうなという感がとりあえずありますよ、このイントロダクションから。はい。だから、ある意味で、カウンターカルチャーからの流れで、要するに、イギリスの古典的な中での異端っていうのをアメリカがペーパーバックで評価するって、やっぱりある種のカウンターではあるわけであって、うん、あの、しかもある種の政治性も、60年代には特にあったわけですが、うん、だから、まるっきり、その、考慮してないっていうのは世代にもよるのかなって気はする、うん、まあ、特にこの第三波見ることは、まあ、トランプですね、あの、うん、あトランプ政権のことそうそう政治的な状況が結構そういう保守的な方向に動いたっていうのと、うん、あとゲーマーゲートですね、あのこれはあの多分、ね、ネットで検索するとね、多分松永さんがあの結構簡潔な解説を書いているのってそれを読んでいただいた方がいいと思います。私の力で。ここでもちょっと触れたいような気がします。まあ、ゲームアゲートもあるし、あれでしょ、加速主義のそうでしょ、まあ、加速主義も繋がっており。はい。あ、だって、加速主義はゲーム大好きだし、SF も大好きだし。そう、研究者も結構ターゲットにされたわけですよね。だからそれに対するカウンター、反カウンターっていうのもある。ターゲットされたっていうのは、こんな偉そうなことが。脅迫とか。脅迫とか。ゲームアゲートは、ね、ジャーナリストも空白されてる。そうそうそう。それに対するあの反発的な意味合いも、政治的状況に対する反発という意味合いも強い。というふうに調子は言ってます。うん、松永さんのゲーマーゲートで検索すると出てくるかな。来るんじゃないか。松永。ハーフライフの役者も、うん、ハーフリアル、ハーフリアル、ハーフライフはハーフリアルの、ね、タイトルのも取りたいですね。で、ビデオゲームの美学、そうです。でここまでが、ゲームスタディーズの話で、からゲームスタディーズであまり使われてなかったホビーゲームの話、うん、でホビーゲームシーンを特徴づけてきた大企業からの自立性、はい、はい、これが白人特権と結びついています。つまりトービストには過激で破壊的なゲームを相当開発しプレイする特権があります、はいはい、でだけれどもホビーゲームとは第三波ゲーム研究の議論には登場してこなかった、まあ、あまり登場してこなかった。で実際なんか会話とかでもなんかこういうゲームが話題に上ることはなかったと著者は言っている。それは取りに足らないものだからどうなんでしょう。ただこれあの大企業ってもあれでしょ、D&D とか相当でかいわけじゃない。まあ、あの、うん、今となってはでかいですけど、もちろん、うん、やっぱりそれはゲーム研究のシーンの中で暴流扱いされていたってことなんですね、うん、ああそうですよ。で、まあ、あと、まあ、今となってはでかいからこそ、なんではここでようやくその批判されるようになったっていう感じもしますよ。ただここで言ってるのはその例えば第2波でいる、ね、MMO を社会学的に分析するみたいなのは、うんうん、そうすシェアードファンタジーとかあったわけで、まあ、あの本のね、はい、確かにあのシェアードファンタジーだってだから一波の以前の研究でしょ、うん、これそうですよ ね、 そうですよね、うん、80年代の、前半ですよね、うん、だからリサーチしてるのさ80年代前半のゲームコミュニティなわけだから、はい、エンパイアオブザペタルスローンとかの話が延々と出てくる話で、ゲーム研究の今分野ってない書籍によればプログラミングの経験とデジタルゲームに習慣を置いた研究が就職への切符となっているんだと、まあ、学校出たら就職しないからね。ああ、まあ、ゲームスタディーズで就職できそうなのはこの辺でしょうね、まあ、確かに、まあ、そうですよね、うん、という、まあ、その通りだとしか言いようがございませんと、まあ、アナログゲーム研究制度も就職がないわけですね。赤ポスすらないんですからね、そんなものはないでしょうね。だけれども第3波においてはインディーゲームデジタルのね、デジタルのインディーゲームってかなり評価されてるわけで、はいはいはい、まあ、政治的な展開なので、
そういうインディーゲームが評価されることもあるし、そういうものへの関心が結構高まっていると、うん、でこれはつまりあのゲームとの親和性が、まあ、つまりアナログゲームってインディーばっかじゃんという話になるわけですが、アナログゲームインディーばっかじゃんつうかアナログゲームはインディーなんですそれはまあラベズバーガーっていう会社自体はインディーではないが、アナログゲームってくくりになってしまうとそれはもうインディーなんですよ、ラベズバーガーでやろうと。そうだったか、リングゲームちょっと出てこないよね、うんうん、まあ、これはさっき言った D&D がすごいでかくなってるし、あとはこれ過激で破壊的なゲームっていうものを作れる、つまりインディーだから作れるみたいなことはありますけど、むしろあのアナログゲームのインディーゲームってむしろもっとあの革新的前衛的なものが多いんですよ、はいはいはい、むしろこういうなんつうの、あの過激で破壊的な保守的っていうのは見かけたことがほぼないです。この辺のなんかコミュニティぐっちゃぐっちゃはある気がしますが、まあ、つまり現代アナログゲームのファンたちは、まあ、政治的な多様性を持ってるという話になります。うん、まあ、掲示板の議論とか見てもね。あるんですけれども、でもそこには我々ギークであるという、まあ、共同幻想は別にここは本部にはないです。まあ、そういう幻想による連合が一応あるから、まだコミュニティは成立しているという話になる。で、じゃあそのコミュニティをじゃあ成立させるにはどうすればいいかっていうと、政治的議論はしないということです。うん。うん、日本でも全部完全に同じなの、うん。うん、そう、完全に同じなんだよ。政治的議論をしないことによってギリチョンのコミュニティを保ってて、うん、まあ、作品においてはなんかいろいろそういう主張を込めた作品を作るかもしれないけど、うん、議論はしない。このコミュニティではね。うん、だから、基本はでも欺瞞ですよね。まあ欺瞞です。うん、保守的な内的緊張で、万人歓迎の欺瞞という。ことで、でもこれが現代のギークカルチャー、ヒーティーテックカルチャーに今までつながっているという世界で、じゃあその歴史を紐解いていこうということで、うん、これ全部その通りなんじゃないですか、これ。うん、ここ見るとね、うん、おいおいっていう感じなんですけど。なかなか面白いあれじゃないですか。ね、うん。面白いと思う、うん。スタートはなんか楽しそうな感じですね。接続模型のあたりとかも面白そう。面白そうですよ。すごくいいですね。はい。どうやって鉄道模型のコミュニティ研究するんだっていうのを知りたいところもあるし、うん、やっぱなのかな、ミニコミとかなんですかね。まあだってそれからしかないでしょ、うん、だってオーラル無理なんだから。そうよね、古い話は、うん、なんか意外と残ってたりするのかな。もう鉄道模型で使ってる方は会社なんじゃないですか、とか。まあそりゃそうですからね自分ってそのね、瓦礫みたいに作るのはそこにないんじゃないですか、うんうん、あれも雑誌とかだからあるんだろうね。雑誌とか当時のカタログとか、うん、そのファンコミュニティの解放とか、そういうのを分析することができるんじゃないですか。もうちょっとコメント拾ってみましょうか。また実際ですね。BG3 は、あれですよね、バルダーズゲートですね。バルダーズゲート3も LGBTQ 的交際、主人公と味方だったりとか、設定における、まあ、NPC 間の交際もまあ結構あって、まあ、同じように。まあ、なんかファンで叩かれたりはしてたそうです。で、次、同じくジェシさんです。ね、オープンファンタジーでこの辺の多様性ってのも新しい常識に合ってますが、日本のファンタジーには、まあ、なんか、影響がまだ、そういうふうに関係してない感じしますね。うん。まあ、そういう、その、まあ、さっきみたいな、まあ、いじるタイプのネタとか普通にあるし、それは単一民族幻想みたいなのがあるからね。あと、まあ、異世界は、まあ、大体白人っていうのは、まあ、そうですねって感じですね。そうね。で、だからこそか、ファンタジー趣味の保守的な欧米人は割と、日本ファンタジーを聞いて。いやそうなの、そうなの、そうなんだ。だからあれですよね、レイシストの、いわゆる。お気に入りみたいな。いや、違います。国境を越えるレイシストって。ああ、なるほど。そういうのがあるんです。だからレイシストはある意味コスモポリタンなわけです。はいはいはい。っていう議論が昔から結構あって。なるほどね。はいはい。わかります。だからそういうものは一切写真するわけだよね。だから、ルペンと石原慎太郎が長寿だってしまう。そういうのがあったわけ、ずっと。似たような現象は、例えばアメリカで特に、トラッドワイフの理想を、価値観にしている人たちっていうのが、まあ、日本人女性の幻想が好きみたいな。はい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 。ひどい。なんかこう文字にするとなんかこうおおって感じしますね、やっぱりなんか、で自分の周辺には進歩した社会とか文芸映像ジャンルとかにまあ失望して、なくなったな古き良き要素をそのなんか日本のそういうものに求めるというのは、複数の領域でまああるんですよと。そうなんだ。だから
あじゃあやっぱりだからレイシズム大国だからってことでしょ、うん、ってことでしょうね、うん、っていうのはまあかなりあるのと、これだよね、うん、まあ、レイシズムとまでは言わなくとも、うん、そのなんていうかやっぱりあのアメリカの幻想からなんていうかあの諸々が作られているものだっていうのもまああるでしょうね、うん、まあ程度の悪いものになっちゃうともう完全にレイシズムのものもあるだろうしみたいな。で、トモさん、松永さん、松永真嗣さんです。ビデオゲームの美学の、著者、ああですね。多分、まあ、検索で出てくると思います。リンクちょっと後で見かったら貼っときます。で、トモさん同じくです、横山さん。YouTube のなんかリンクを貼ってもらってますね。少し前の YouTube で黒人、マジック・ザ・ギャザリングのプレイヤーの話、あ、このさっきのあのイントロマジックの話でなかったんですけど、黒人マジック・ザ・ギャザリングのプレイヤーの実感として、ポケカ遊戯王世代の、まあ、自分世代というのは白人、文化を忌避するのは当然であって、ミレニアル世代であるところの自分が、初めてこれら白人、ホビーの世界に入ってきたからとか、まあ、なんかそういう方、こっちの、なら、まあ、マジックっていうのはちょっとねみたいなのがまあなんかあるらしいです。マジックはそういうな白人優位なのを引きずってるという。引きずってるぜみたいな。ポケモンがね多文化主義みたいなのはちょっとは言っていただけない話。それはでもそれは単に東洋人が主人公とかだけでしょ。まあなんでしょう。違う。そう。でこのホビー空間の人種問題に黄色い我々が生み出したアニメがまあ微妙な感じで干渉剤になってるみたいな、まあ、わしらだって何も考えちゃおらんのだからみたいな、まあ、その何も考えちゃおらんのが感じが、まあ、たまたま偶然向こうの人にとってはなんかそういう良いこともあるみたいな。でも全体としてはね面白い構造なんだけどするよ。だってたくんで何かするっていうのはさうまくいかないところだけど、はいはい、まあ、あの日本のアニメとかってほらハーレムモンドだってかなり女性差別ひどいと思う。ひどいひどい、むちゃくちゃだよ。あのラノベなんてとかね、あれ向こうでもやってるわけでしょ。だからナロー系の中でも結構ひどいやつが、うん、まあメガレースは大問題ですよね。ゴブリンスレイヤーのアニメ版の1話が非常に問題になりました。何のあれ、ゴブリンスレイヤーの冒頭がゴブリンがこう女性をレイプする場面があるわけです。ゴブリンが女の子をレイプするシーンから始まるんですよ、うん、原作はそうその、うん、TRPG 版のゴブリンスレイヤーってのはわざわざその原作のそういう嫌なシーンを再現しなくてもいいですって話が今日あるわけですよ、うん、それは一人でも嫌な人いたらやめましょうみたいなね。あのそんな問題になった。ジシさんです。日本 RPG で親睦を深めるためのミニゲームとして女性キャラの頭を撫でるシーンは確かファイアエンブレムから削除されたみたいな話があります。なんかね、そうあの日本のフィクションは妙に女性の頭を撫でながる傾向があるような気がします。あ、そう。読んでるものが偏ってる。どれ？読んでるものが偏ってる。もちろん偏ってる。ドラクエ？そんなのありましたっけ？なんかね、あの女性の頭を撫でるのが好きなのこの人たちみたいな感じが若干。いや、ラノベは出てくるよ。出てきますよ、ね。それはやっぱりロリコンってことでしょ、つまり。まあ、子供だから。そういう、まあ、言っちゃえばそういう、なんかね、うん、あ冷たい見方をしてしまえばそうなんじゃないかなって気がしますよね。そういう流れもあるからね。うん。なんでこの人たちは。大体、転生もので転生する先ってさ、なんとなくヨーロッパ的なね。まあまあまあ、そうですね。そんな中世ヨーロッパの。はい、別に中世ヨーロッパならいいんだけど、あの、その疑似的なさ、その、白人しかいない世界だってことでしょ、うん、つまり、うん。ユダヤ人とかもいないわけでしょ、うん、そこには。あ、もうちょっとユダヤ人のケットの中に結論しないからね。うん、そうね。なんか、そう、あの、女性の頭を撫でることに対する執着があるような気がしてならない。なんかやっぱそれは、ある種の、ほら、子供であって、うん、だからそのゴールデンカミと同じですよ。なぜあれはアシリパはあの未成年の女子なのかって、うんはい、全くそれはあのやっぱナコルルとかの表彰を引き継いでる、うん、まあまあそうなんでしょうねきっとね、うん、だから青年だと恋愛になっちゃう次も、うん、っていうことも言われるんだけど必然性がやっぱりどれだけ読んでも分かんなかった。いや普通にまあなんか男女でパーティーかなんか組んで冒険してて女性の、そのキャラクターの頭を撫でようって思うことで基本的にはないような気がするんです。それ女性視点のファンタジー小説だとやっぱないですよ。だからフォーチュンクエストとかにないわけないですね。そういう場面は
あれはだから非常に自然にあのそういう問題が回避してる、うん、非常にご都合主義的な世界観なのに、まあ、女性に限らずミニゲーム系は結構あのファイアエンブレムが修正が出てるそうです。ロリキャラとかも修正されたり。ファイアエンブレムの修正って何、チキ修正ってどう修正するの？で、あと MMO でも PSO2 の、 あの、ニュージェネレーションとかでもなんか身長が微妙に高くなったりとかしてるらしいです。更新が低いとか。外見変えるわけでも、うん、でもなんかそれで自信がなんかちょっと。まあ、それでいいのかっていう問題はまあ若干ありますね。だからそういう対応が微方策っていうのが根本的には単に基準に合わせればいいんだろうみたいな反発を生んでるっていうところが、まあ、それ自体はまあね、なんかその批判は別にまあそれこそそっちサイドからも言われることはまあよくよくあるわけです。まあね、はい、どっちから見ても変だと思う。そうそうそう、そういうことは非常によくなりますよね。もうちょっと真面目にやんなさいよみたいな。真面目だ。要は単に商業的な要請でやってるだけだから、うん、ああそうね、うんうん、例えばセロの基準に合わせるとか、うん、そういうね、基準にさえ合わせりゃ内実はどうでもいいみたいな。そうするとハッカー文化的なそういう込み的に裏を書きたくなるって話でしょ。なるほど、うん、あのどうせ真面目にやってるんだからいいだろうこれぐらいみたいな。はい、日本の TRPG のイラストがひどかったですね、そういう意味ではね。まああれはね、うんうん、絶対海外の研究者に言われますからね。あれは絶対言われるでしょ。何の話？いや、日本 TRPG の国産の特に一時期までの表紙とかはかなりひどかったんです。うん、どういうふうに？いや、ロリコン的なんですから、ね。ああ、そういうこと。ロリコン漫画ですよ。ああ、そういうことね。うん、今、ロリコンの話題とかもね、ツイッターでよく荒れてるもんね。はい。いや、ロリコンって結構、80年代のネットコミュニティとかが肯定的なラベリングだった。まあ、そういう、ね、うん。例えば、ローカルリフレッシュコンベンションってイベントがあって、略称ロリコンなんですよ。信じられないね、みんな。すごいね。あるよ。今でもあるイベント。へぇ、今でもあるの？そうそうそう。すげえ、うん、だから、だからそういう東秀夫とかのね、うん、文脈で、うん、東の漫画とか読むとそんなロリコン的に見えない、読めないと思うんですけど、うん、まあね、今見ない単にデフォルメされてるだけで、うん、ただまあ当時はやっぱり先鋭的な、もちろんそういうのもありますけど、東秀夫ね、18禁のやつとかもあるけど。